はい、今日はですね、この5人で初めて、ひとつさんお世話になりましたが、はい、なんかね、なかなかまだまだね、いろいろこうできるんじゃないかっていう、ね、の目は見えましたね。竹内君のモノマネとか、いい感じでしたけどね。どうでした、はい、今日は、まあね、なんかいろいろお題が厳しくて、結構テンパりましたけどね、はい、でもすごい楽しめた1時間で、よかったと思います。インテさんは、はい、ちょっとけん玉が思ったよりできなくて、はい、あれ楽器出てきたのは初めてでしたね。そうだね。なんか、ね、ハリセンとかで楽器じゃないよね、絶対。けん玉も楽器じゃないよ。はい、けん玉の持ち使い良かったですよ。ちょっともっと持ち使い練習して帰っていきたいなと思いますね。はい、わかりました。遠藤君は、そうですね、まあ、もっとね、もうちょっと聞くとしたら、もっといいものになるんじゃないかな。そうですね。リュウタもさ、そうだね。エクステとかガラコンとかも撮っちゃったんですよね。この撮影が知らず、それで恥ずかしながら、前髪1本だけになってしまった諸星ですが、今日はハイテンションに行けて楽しかったな、うん、次回機会があれば、さらにハイテンションで行こうかなと思っておりますが、うちの僕はどうですか。はい、まあ、またこの、ね、機会がありましたら、もっともっと楽しいことをね、いろいろ考えていこうと思いますんで、はい、ね、チャットの方も今回、ね、すごい数の方が参加していただいて、本当にありがとうございます。止まりまくっちゃったぐらいね、ね、最初からぐらいやっちゃったもんね。もっと読んであげたかったんですけど、なかなかね、次はね、もし機会があれば、よろしくぜひ。よろしくお願いします。というわけで、これからもいろいろね、ブログ、僕たちも楽しいことを書いていこうと思いますんで、見てやってください。というわけで、あやべでした。ありがとうございました。ありがとう。バイバイ。